コージソーがデッドバイデイライト教習所はい、ということで始まりました。デッドバイデイライトを、学ぶという意味を込めて教習所ということで、私教習生やらせてもらってます、ゴージャスです。お願いします。そして教官、本日は山田版教官と、栗原教官ですね。よろしくお願いします。お願いします。急に急いのやめてる。無理やれって言ったらしょうがないだろ。おーよし、一回やっていこう。はい、おきた。よし、これキュイー、ドクドクドクって言いますからね。ハリアップ、キュイー、ドクドクドク。そこにハマってんですね。やっぱり緊張感のある音はね、必要ですよ。とりあえず一回私がこれプレイしますので、教官が見てますんで、後ですげえ怒られるみたいですけど。いやいや、なんか隠れてるとちょっとそういう時間あんま少なくしてもらっていいですかって言われて、いや隠れるゲームだからっつって喧嘩したんですからね。怖いんだやっぱり、そんなこうさって刺されるわけだからね。そうですね。さあ始まりました、ゴジャクラでございます。本日もデッドバイデイライト行きたいと思います。お、船の上、今お、た、宝箱が見えるってことだね。早速コソドロが発動しますね。コソドロ、ちょっと一回もう一回もう一回降りるよ私は。あ、光ってます。見てない。コソドロ、コソドロってあんまいい印象ないね、やっぱね。まあ、海賊ですからね。海賊です。あ、だ、直せるな。どこ？開いた。お。あ。近寄ってんのにこれ通っても直しちゃダメなんじゃない？やばい、いるね。どこどこどこよ。お。いますね。あっち、もうあっち行こう、あっち行こう、逆行こう。お、ナイス、俺がやったみたいに。逃げよう。あとこれだ。順調ですね。順調ね。いいんじゃない、これなんか。あ、見つかってる？来てますね。来てるね。うまい、うまい、うまいっす。来てるね、めっちゃ来てる。おー、うまい、うまくない？うまいですね、今の。来てる、来てる、いる、いるね。やっぱ、あっち来てる、逃げるしかない。そうですね、一旦距離を空けるのも。船の上行っちゃおうかな。どこだ、船の上のどこだ。おわ、お、来てんだね、こっち。君、なになに、ちょっと誰、怖いんだけど。
危ない。緊張する。猫ちゃんついてない。猫ちゃんついてない。これ船の上だとボーンってなるんだよね。なりました。来るんだよ。そうすると来ないね。誰かやられてるね。誰かやられた声した。気のせいでしたね。何？トラップを解除してるんですよね。猫ちゃんつかないね。猫ちゃんつかない。これはもしかするとすんなりと。あと2個だから、これであと1個だ。やばい。任せる。あれ来ないね。来ないですね。ごめんね、ボカンってやって。直った。あと一つです。あと一つ。ここ出口。あ、あっちだ。あっちでっていうことは、あんまりあっち行かない方がいい。逆にね。そうですね。で、今がもうチャンスです。チャンスだね。ないんじゃない？あっちにしかないんじゃない？もう。ないね。嫌なものが見えますね。一回行くか。ないね。あるかい？ん？逃げてんだよね。逃げてそうですね。発電機どこにあるんだこれ。あそこにあるね。猫ちゃんついた。あ、うん？あれって何？あれって今トラップに引っかかって、トラップでもう運ばれてる。で、切られたって感じですか。そこ、あ、地面にもトラップあったんで危なかったですね。これバベチリどうでしょう。いる？猫ちゃんパークついてる。来てますね。来てた。あ、お、ナイス。助けに行くかな。さあ助けるよ。一回開けるのか助けるのか。あれは何の動きなんだか分かんないんだよね、共通の。うん、トラップ。今いないね。今行く。いますね。いますね。どこ。今近くふわっと通りましたね。今はいないかな。いなくない。あ、誰か助けてくれました。あ、え、下にトラップはやってたってこと。そうですね、あそこに。あ、でも行けるんだ、大丈夫か。今のうちに出口行っちゃってもいいかもしれない。やばい、猫ちゃんパーク、猫ちゃんパーク。どっちか開きました、もしくはハッチを閉めました。こっちにいるね、多分。あそこでチェイスしていますね。近い。出ちゃってもいいですよ、出れるのであれば。チェイスしてるね。追ってるんじゃない。あ、追ってるね、追ってるね。こっちは空いてる。出口の場所の最終チェックを。ハッチも今ありましたね。こっちがハッチがあった。よく見てるね。やられた。そうですね、今釣られちゃいました。
お、いった勇者考えてる。今小屋の向こう側にハッチがありました、ね、あ、これね、よく見てるね。まあ、こちらは見てるだけなので、もう一人があっちやってんのかな。その間に来られても怖いな。でも残り多分時間が3分の1なので、どうするか。助けに行くならギリ今。あ、あ、出ましたね一人。よっしゃ、助けに行こうか。ちょっとギリ間に合わないかもしれないです、もう。助けに行ってないの、あのもう一人。行ってた可能性はありますね。助けた、ほら助けたんじゃない。あ、持ってかれた。持っていかれましたね。もう一人は、もう一人どうした、もう一人はどうした、どうした、気になる、見よう。下手したら割れてるかもしれないですね。ああ、あ、あ、はい。いやいやいや、助けてない。お、助けてのデッドバイデイライトだ。助けのないデッドバイデイライトはちょっと違うな。脱出だけでは、うん、物足りないな。あ、そうなんですね。もうそれぐらいになっちゃった。あ、助けに行けれる場面は何か所かありましたけども。ここでゴージャスさんが自分で、あ、こここうした方がいいな、こうした方が良かったなみたいなのが、なんか全部思い通りやってる。ああ、まあそれならば大丈夫です。自画自賛するしかない、ここはもう。まあ何か、ああ、こうした方が良かったみたいなのがあれば、あればね。そうですね、ないと思うけど、ね、でもやっぱ教習所なん、学ぶ姿勢できてるから俺もね、うん、素晴らしいです。教える学ぶで教習所だ、教習所だから。はい、じゃあここで今トラッパーってのが分かりました。分かんない。遅い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 、あんま俺が直したんじゃなかったんだよ。トラッパーあった、分かりやすい。その地面、もっと地面寄りじゃないと分かんないよね、じゃあね。そうですね、結構トラッパーかなって思って分かった瞬間に、結構足元は注意しながら走った方がいいですね。結構草むらとかにあると見えなかったりするんで、うん、で、見つけて直す。猫ちゃんついてない、後ろのボックス確認。この見渡しいいですね、かなり。うん、でしょ。こうやって直しながらも周りを見回すっていうのは。ほら。着きましたね、猫ちゃん。着いた。猫ちゃん着いたら離れ。追いかけられてる。あ、いた。落ち着いて。あった。これなかったですね。ナイスですね。うまい。今のはベルクロさんに見せたい。そしてここで発電機やっ。で、あ、うん、いや、パターンっていうのはトラップだよね。そうですね、遠くでトラップを解除したのかなっていう。あ、そういうこと、解除なの。で、俺がミスっちゃった、これミスっちゃって恥ずかしくてボックス入るんだな。ここですよ。ちょっと走って足跡残してロッカーに入るんです。入ったよっていうのを。残ってない。今あそこに残ってる人の気持ちになってみたいな。おとりだよ俺がそこで。ごめんねーって。あ、ちょっと。あいつなんだよって。そうか、一回近づいて。あ、近い、行けたな、これ近い。まあこのタイミングやって行けたかもしれない、ね、行けたな。まあ行かなくてもいいかもしれないですけど、いや、みんな近まってんだもんって。
動画としては本当近松門左衛門だよね。門左衛門って言うよみんなの方え門左衛門的にはこれポイント化するいや門左衛門生かすんじゃないよ来週言われたら俺はな、なに、なにそれ猫ちゃんついてる。で、今もあの人がチェイスをしているかしてないかを見定めて、もう出れるのであればゲート付近を開けに行っちゃうっていうのも、チェイス中ならばなおさら開けに行ってあげた方が、うん、まあ一個今多分開いてると思うんですけど、うん、もう片方も開けれるのであれば開けちゃう。まあ逃げる場所に近ければもうそっちから出ちゃうっていうのも、いやでもチェイス中っぽいよね。チェイス中で、これあれですよね、助けるのを待ってるって感じですよね。そう、いつでも助けるよって気持ちだけ。さっき助けてなかったですけどいやいや、カット1本目は取らないと。まず1本目はで、ここに小屋が、そこにゲートハッチがハッチあって、いやお前も助けないんかーいお前もいるだけだ。もうこの時点で行けば間に合ってたんだよね。この時点で。そうですね、結構ゲートから遠いので判断としては今でしたね。行ったのかなと思って、で多分これでついていけば一緒に行ったと思うんですよ。で向こうも多分来ないんかーい来ないんかーいと思ってちょっと縮こまっちゃったんでしょうねあんた俺のせいじゃないかよって言ってさしょうがないよ、1本目は成功させないと。で多分この辺で多分行くなら、行くか行かないか決めるならもう最後最後、この今ぐらいかなぐらいの、今ダッシュで行けばギリでも、あ迷ってる隙に、うん、あもう多分無理だなっていう感じの話してって感じね。俺のせいだったのか、しょうがないな次は助けるよこんな感じで OK。 じゃあ次はもう助けよう。お助ける、あれは助けるぞ。助けて、かつ脱出、かつ脱出していきたいと思います。